一息つけたな。ジェラールの子供たち、さすがに想定外でしたが、ま、哀れむ必要もないかな。この子たちは完全に闇だし。ええ、試験という言葉も気になるけど、ここは先に進むのみでしょう。ああ、今はハーウトだ。教団が残したもので何をやらかそうとしてるかはわからねえが、絶対に止めるぞ。強敵だな。注意するぞ。反応アイアン。お、宝箱だな。釣り場じゃねえか。さて、やるか。そら。ここだ。珍しいな。さて、やるか。そら。さて、やるか。そら。
ここで休息できそうだな。解決屋諸君にレン、無事にたどり着いたみてえだな。人造天使に反応兵器まで乗り越えるとは思わなかったぜ。カトル君のことは到底許すわけにはいきません。当然反応兵器を所持していたことも、加えて国際法で禁止される BC 兵器の運用、今後は今まで以上にマークされるはずです。所属しているはずの結社まで裏切って、文字通り全てを敵に回した。そこまでしてあんたがやろうとしていたことの答えがそれか。ああ見事なもんだろう。最悪のカルト教団の一派が仕立てた禍々しくも美しい姿勢上、連中は隔離用の門なんて呼んでいたみたいだがな。隔離用の門、凄まじい霊視反応、センサー類がどれも計測不能を示していますが、フェリちゃん、あの向こうにいます。おびただしいまでの悪しき息吹、下の目ずりするような視線と息遣い、解き放たれてしまえば全てを飲み込んでしまうほどに。なんだそりゃそうだ、ネメス島、楽園と呼ばれた教団ロッジ、失われた神を追い求めるうちに歪み、やがてたどり着いた本流とは似て非なる目的。それはゼムリア大陸そのものを神の降臨にふさわしく作り変えることにあった。作り変えるだと、何を言って。本来人が干渉し得ない高位次元、私たちが生きる現実世界と接続することで高位存在である悪魔や天使、邪神を呼び出す。いいえ、ただ呼び出すんじゃなく人にとって変わらせようとしているのね。そうだ、お前さんの実験過程で得られた人格を植え付けるという研究成果、人に天使を下ろすという狂気もそこにつなげるための仕込みでしかなかった。否定すべき女神エイドスを報じる愚かな人々、高位存在と入れ替える。そしてこの世界を真の楽園に作り変え、今度こそ奴らの神を招き入れる。それこそがこの島で行われ叶わなかった奴らの悲願であり、新たな教義ってわけだ。そんなことも馬鹿げてる。そんな妄想のために人体実験や虐待を繰り返したっていうの。ああその通りだ。だがバカも突き詰めれば化けるもんでな。やり方自体は間違っていなかったが、踏み越えられなかった最後の一歩、皮肉なことにあの掃討作戦による壊滅が最後のトリガーになったらしい。壊滅してなお残った偽りの神への猛襲と
それを阻む者たち全てへの怨念、何よりもこの地で犠牲になった人間の拭いようもない数多の無念、それらの想念に高位次元の存在が引き寄せられ、この地に小さな門が開いた。俺はそいつを広げるための最後の一押しをしてやったまでだ。あのデスゲームにも似たある種の極限状態において、この地に残る想念を再び呼び起こし、当事者であるお前さんたちを揺さぶり覚醒させることで高位存在どもを引き寄せた。結果はご覧の通り。あとはこいつで蓋を開くだけだ。ゲネシスの改革、ここで出してきやがるかよ。今にも出てきそうです。一度門が開ききったらもう止められない。あの半馬鹿の時すら超える数多の化け物が島中に、いえ大陸中に溢れ出すはずよ。文字通りの百鬼夜行ってか。させるかよ。鍵はあの外郭だ。一刻も早く破壊から奪い取る。思い通りになんかさせるもんですか。はい、全力をかけてでも。いいぜ、おじさんが相手をしてやるよ。腐っても蛇の使徒第四中、猛毒を煽る覚悟で挑んできな。おじさん、久々に張り切っちゃうぜ。頼んだ。容赦はしねえぜ。とくと味わえ。そう来なくっちゃな。勝機リミット解放。お任せ。任せたアニーズ。いや、誰が誰。はい、残念。がっつくなって、これでも食らいな。お返しするね。そこです。いつでも遅い。ハハハハ。勝機おまけ。一本いくか。きたきた。負けません。はい、残念。何やって。はっはっは。金は返すぜ。しら、勝機。はい、残念。がっつくなって。肩をつける。
す。いい仕上がりじゃねえか。ブーストゲージ上限解放だ。やったか。やりました。そう、やりました。これで また広がりました。どうなってやがる。さっきのおじさんの後押しで臨界点を突破してしまったみたいね。蓮先輩、バンさん、アニエスたちも手伝ってちょうだい。こうなったらシャードだろうが裏技だろうが、どんな手を使ってでも抑え込むしかない。楽園をここで終わらせるためにも。そうだな、いつまでも教団を引きずるわけにもいかねえ。ハトル様の分までシャード全開で対処いたします。ちょっと戦力が足りてないかも。あと少しなのに、それほどこの島を渦巻く想念が。クロス。呼ぶのはクロスだけなの？僕も応援する。もう誰も痛い思いをしないように。自分を信じて、私たちはもう知ってるわ。あなたは強い子だって。頑張れ、レン。僕たちがついてる。やあ。悪しき息吹が消えました。なんとかなったみてえだな。ああ、やりましたね、レン先輩。先輩、うん、よかった。ありがとう、アニエス。それからみんなも。いやー、お見事だ。まさか完全に封じ込めちまうとはな。虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方が、おじさん、性に合ってるのかね。てめえ、計画を潰されたっていうのに随分と楽しそうだな。必死こいて練った犯罪計画をあっさり潰されるのもおつなもんでな。いつも完全犯罪を狙ってちゃ肩が凝っちまうだろ。だからお前らは面白い。俺の思い通りにならねえんだからな。理解できない価値観だけど。わからないわね、おじさん。あなたがそうまでして結社を裏切ってまで教団のやり残しにこだわった理由が。ああ、そこは俺も気になっていた。庭園の始まりに関わってたのは聞いたが、ここに至ってもなお目的が見えねえ。一体何がしたかったんだ、希代の犯罪者であるあんたは。別に DG にこだわってるわけじゃねえが、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。いや、私じゃない。それは私じゃない。クロス、どこ隠れてないで出てきてよ。俺が間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使った DG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが。
視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。まさか先輩に乗り越えさせるために。犯罪者の美学ってやつか。はあ、あまりこのおじさんを過大評価しない方がいいわよ。どさくさで動機を私に押し付けてるけど、散々好き勝手やってたのは間違いないんだし。そうです。反応兵器や PC 兵器だってカトル様のことも含めてあまりに利己的な動きが目立つかと。間違いなくチート娘の方がついでだよな。やれやれ、信用あるね。まあいい、おじさんの出番はここまでだ。後ろだ。残念ね、優雅に一発で仕留められると思ったのに。なあちゃん、赤黒い魔装機グレンデルゾルカ、あれが。話には聞いてたけど、ここにいるということは。てめえ、やっぱり組んでやがったな。この場まではだが、しかし懐かしい空気だ。ガーデンマスター、アラミスの地下に現れた庭園の主を名乗ったという。これにて契約は完了。ご苦労だったな、千の破壊者殿。これでようやく最後の仕込みを始められる。ま、今後は一切感知するつもりはねえ。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。破壊のおじさんから立て続けたわね。バンさん、行ける？やるしかねえだろ。お前さんに見せんのはバーゼル以来か。メア！また現れたわね。そっちの二人も含めて首都での借りはまとめて。まとめて返してあげるんだから。なあちゃん、あの子、記憶が。今はそれどころじゃないか。そっちも準備はできてるわね。当然だ、やる。行くわよ、カード解放。テイクザプレゼン。やっぱり見事ね。直接戦うのは軍の駐屯地以来だな。ええ、ですが戦力的にはあの時よりも。カトルさんの分まで全力でサポートします。偽物野郎が、覚悟しやがれ。ラーちゃんも今度こそ取り戻してみせるんだから。ああ、何人集まろうと敵じゃないわ。片付けちゃいなさい、グレンデルゾルガ。みんな奪いたい。
大丈夫か？はい、なんとか。敵も消耗してる。このまま畳みかけるわよ。ああ、行くぞメア。もう一度。すまない、バン。おい、こんな時に何をやってやがる。だからこそだ。獲物が一番油断している時を狙うのは定石。戦闘の最中はその最たるものだからな。スーちゃん、ちょっと一体何を。よくやった。ご苦労だったなスーイン。さすがは俺のパートナーだ。ああ、エース。スウィン君、ちょっと待ってよ。これでようやく第8のゲネシスが完成する。一つ回収し損ねたか。まあいい、七つもあれば十分だろう。てめえ、返してください。それはアニエスさんの大切な。進化すら理解できていない小娘には過ぎたる代物というものだ。これでようやく始められる新たなる夜明け、正しき歴史を紡ぐ時だ。何を言って。行くぞスイン。アルテラ、そちらも引くがいい。了解よマスター。ラーちゃん、くそ。待って待ってよスーちゃん。言ったじゃない、その人は違うって。お兄ちゃんはとっくにいなくなって本物なわけないって。ナーディア、悲しいな。ナーディア、まだ信じてくれていなかったとは。会うのは子供の頃以来。無理もないか。黙ってて、
あなたはお兄ちゃんなんかじゃ。大丈夫だよ。ナディアは心配しなくていい。お兄ちゃんがついてる。ずっと一緒にいるからな。ナディアちゃん。混乱するのも仕方ない。だがこれが真実だ。今は行く。だがもしお前が望むなら、俺はいつでも迎えに行こう。お前がどこにいても必ずな。待て、スイン。あなた本当にそれでいいの？ああ、俺はエースについていく。たとえ彼がどんな風になったとしても、それが俺にとっての償いなんだ。すまない、ナーディア。スーちゃん素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。おう、もらっておくぜ文句なしだな。まあ喜ぶほどのもんじゃないさ。